最初、冒頭にですね、新型コロナウイルスの感染症の関係について、昨日の本部会議の中でも現在の状況等お知らせをしておりますけれども、改めて、その感染状況などを踏まえて、今現在の状況についてお話をさせていただきたいというふうに思います。でモニターの方に感染状況をちょっと出していただけますか。はい、発生13日現在ということで昨日の数字まで入ってございます。これまでもお話をしてきておりますけれども、3月にですね、この2月の末から道内非常に感染者が増えてきて、2月28日に北海道知事の緊急事態宣言というものを出されて、その後発生状況というものは落ち着いてきておりました。そういった状況になりまして、4月に入ってきましてから、とりわけ4月の4日からですね、これは4人、それから8人、とそして11日にはですね、これまでの3月の一番多かった時も9人ということで、10人を1日で新たな発生者が発生したという状況はありませんでしたけれども、ここに来て12人、そして10人ということで、非常にこの新たな感染者、陽性確認のされる方が増えてきたという状況があります。そういう意味では、いわゆる第2波的な感染の拡大期に入ってきているのではないかということで、警戒をしなければいけないということを、10日の日の本部会議の中でも申し上げたところであります。で、感染者の日々の状況もそうなんですけれども、ここに折れ線グラフがございますけれども、これは、新たに発生した人から陰性確認されて退院をされた方、現在入院をされている方の数であります。一時期ずっと減ってきまして、20人ぐらいのところにですね、入院をされた方の数が減ってきた状況でありましたけれども、先ほども申し上げましたように、4月に入って4月の4日からまた急激に新たな感染者が確認をされまして、今は60人に近い状況の入院患者さんの数になっているという状況であります。そして1枚出てきていただきまして、これも何度かお話をさせていただいておりますけれども、この赤いのが濃厚接触者ということで、どなたかが発生をされた、そこからですね、関係のある人たちを手繰っていって、そこから発生をした陽性が確認をされたという方であります。でこのグレーの方は、そういうどこでどういう形で感染をしたのかという特定できないと、リンクが追えないという方の状態でありまして、3月札幌では非常に多く陽性の確認があったわけですけど、その時は、ライブバーでのですね、感染というようなことで、濃厚接触者、あるいはリンクは追える方の感染が多い中での上昇ということでしたが、この3月の末から4月に入って見ていただきますと、リンクを追えない方の数がパラパラと出始めてきて、4月の4日以降、4月に入ってからですね、このグレーのいわゆるリンクの追えない方の数が増えてきていたという状況、ここが非常に我々危機感を持って対応しなければいけないというふうに感じたところであります。12日についてはですね、11日、12日については、これは病院での院内感染ということで、濃厚接触者という方の、リンクが追える方の数が増えてきている状況ではありますが、この4月に入ってからのリンクの追えない方の数が増えてきている、そして
その数も1日1日増えているという状況があって、これは二波的なことに警戒をしていかなければいけないということに我々は思ったところであります。で、先ほども申し上げましたが、現在の患者さんの数ですけど、全体が60人です。入院をされている方、それで、入院のここに重症の方は5人ということでありまして、重症の方の数はそんなに増えていない状況でありますので、医療体制については今確保できているベッドの状況と、これをオーバーフローするような状況にはないという状況であります。そういう意味では現状で市内の入院ベッド、そこを確認で抑えられているという状況でありますが、先ほど申しましたように、軽症の方の数が増えてきておりますので、この全体の患者さんが軽症中等者の方の数が今後も増えていくと、増えてくるということになりますと、今確保している病院の病床、ここがオーバーフローするということが想定をされます。そこで、これは道と調整を今進めているところでありますけれども、病院以外の施設で、ホテル等の宿泊施設でこの軽症の方とかを受け入れられるような準備を進めているという状況でございます。こういった状況の中で、12日でありますけれども、非常にこう危機感、第2波的な状況が来ているということで、北海道の鈴木知事と会談をして、このように北海道札幌市緊急共同宣言というものを発出をしたところであります。その一つ目は、やはりこの今回の新型コロナウイルスは人と人との感染によって拡大をしていくということになりますので、人と人との接触機会をこれは減らしていくということになります。東京などではですね、感染拡大しているエリアでは8割減らしましょうと言っている状況でありますけれども、人の接触を減らしていくということで、まずはその札幌市内における接触機会を減らしていくということで、5月の6日までの間、札幌市民の皆様には感染リスクを高めるような不要不急の外出をお控えをいただきたいということ、また札幌以外の地域の皆様についても、札幌とのですね、往来、これをお控えをしていただきたいということが1点目、これは人と人との接触機会を減らしていきましょうということであります。それから2つ目は、4月の11日の国の対策本部会議の中で、コロナウイルス対策の基本対処方針というものが一部改正をされました。これは野木さんご案内の通り、繁華街の接客を伴う飲食店への外出自粛ということで、これは今緊急事態宣言の対象エリアとなっている7都府県以外の都道府県についても同じように要請をすると、これは国の対処方針ということが変わりました。で、これに伴いまして、これを受けて、この緊急宣言の中にこのことを盛り込んだところであります。で、これは北海道全域、札幌だけではなくて北海道全域に対してこの2項目目はお願いをするという状況になります。そこでこれは国の対処方針によってですね、踏まえて、外出自粛をお願いするものでありますから、これによって、飲食店等のですね、休業というようなことがあれば、これは国の責任でやっていただきたいということをこの中に盛り込んだということであります。それから緊急事態宣言地域7都府県ですね、ここの往来によって今回のこの第2波的な患者さんの増加、感染の増加というのは道外からですね、出張だとか旅行で行かれた方
の感染ということが出てきております。まあ、そういう意味では、この緊急事態宣言エリアからいらっしゃった方、まあ、こういった方々にはですね、2週間ほど、健康観察をお願いをしたいということであります。そしてまた、道民の皆様にもそういうエリアにはできるだけ行かないでくださいというのが、この3つ目であります。そして4つ目は、まあこういう人と人との接触機会をできるだけ減らすということ、それから、特に札幌市内におきましては、特定できない、リンクを得ない感染が広がっているという状況からですね、これは学校、小中学校等、それから公共施設のこういったことについては、5月6日まで、近隣の高校、これは同教委の関係になりますけれども、こちらの方と合わせてですね、休業をするということをにしようということになりました。まあ、そして、同じように、不特定多数の人が利用する札幌市内にある市営あるいは道営の施設についての閉館をするということを決めたということであります。で、5つ目が医療体制、医療供給体制の充実ということであります。で、先ほども申しましたように現状の中では今すぐ札幌市内においても逼迫をするという状況にはありませんけれども、今後これが増加がしてきたときに、まあ、やはり重症患者さんをしっかり受け入れる、まあ、病院のベッドはですね、重症の方のために開けておくということからしますと、軽症の方が入る施設、宿泊施設、こういったところについても準備をしていきましょうということです。北海道全域としてはもっともっと余裕があるわけでありますけれども、札幌市のこの特有の状況を考えていたときに、全体をもって、やっていこうということであります。まあ、それから最後は道内経済への影響、非常に大きくなっております。こういった影響を支援策、まあ、国の方も新たな経済対策というふうに打ち出しました。で、それらをベースにしつつも今後必要な措置ということを同市、北海道と市が連携をして国への要請も含めて進めていきましょうと、この6点を12日の日に知事と合意をいたしまして、この発出をしたというところでございます。まあ、最後 の経済、道内経済の支援のところにつきましては、まあ、先週ですね、閣議決定をされて国の経済対策というものを出されました。で、それを受けて、まあ、これで十分なのかどうかようなことも含めてですね、明日、道内の経済界の方々、経済団体の方々に緊急にお集まりをいただきまして、意見交換をさせていただきたいというふうに思っています。これから札幌市もですね、この国の補正などを受けまして、市としての補正、これを今月中にでもですね、提案を臨時市議会を招集させていただいて提案をしたいというふうに思っていますが、その中に盛り込む内容として、まずはその国の経済対策の状況を見ていただいて、まあ、そこに透ける部分といいますか、足りない部分、拡大をするような部分がないかというようなこと、例えば融資もですね、融資の枠が出てますが、仕組みとして、融資実行されるまでに時間がかかるというようなことも言われています。じゃあそういうところをできるだけ資金供給を早くするためにはどうするのかというようなことも含めてでありますけど、そういうご意見を経済界の方々に お集まりをいただいて、まあ、ご要望とお伺いをして市の補正予算の中に組み込んでいきたいというふうに考えているところであります。まあ、繰り返しになりますが、市民の皆様には引き続き感染予防、お一人お一人やはり注意をしていただいて、手洗い、咳エチケット、まあ、それから、まあ、免疫力を高めるという意味では十分な睡眠、十分な栄養と運動ということも含めて、お願いをしたいというふうに思います。
それから今月末からゴールデンウィーク連休があります、まあ、本来であれば例年であればそのレジャーシーズンの始まりということになり、北海道も札幌もですね、非常に気候のいい時期ではありますが、現状のこの新型コロナウイルスの感染状況を踏まえまして、先ほどこの共同宣言で出させていただきましたように、このゴールデンウィークの外出はできるだけお控えをいただきたいというふうに思います。ただやはり家の中ばっかり閉じこもっていると、これは健康面、精神的なストレスとこういうのもあります。人が多く集まらない状況であればですね、こういう人混みを避ける、人が多く集まるということを避けていただければ、屋外の公園あるいはそういったところでですね、時間を過ごしていただくということも、この健康の維持のためには必要だというふうに思いますので、まずはその外出する際に3つの密ですね、密閉空間、密集、密接、この条件が重なるところはもうこれは絶対注意をしていただいて、それ以外のところについては状況状況、人と人との距離を保ちながら、屋外の施設、公園等でですね、お過ごしをいただくということも考えていただきたいというふうに思います。このことにつきましては、札幌市のホームページや SNS、 こういったところでもお知らせをしていきたいというふうに思います。今回、一旦3月の19日に北海道で、これは独自で出された緊急事態宣言でありますけれども、ここで一旦収まりつつといいますか、少し患者さんが感染者が減ってきたといった状態でありましたけれども、ここに来てまた改めてこういうような行動の自粛、あるいは学校の休業、公共施設の閉館、休館ということに至らざるを得なかった、このことを市民の皆様にご理解をいただいて、引き続き良識ある行動をお一人お一人取っていただきたいと、このように思います。まず最初にコロナウイルスの関係であります。続きまして、令和2年の国勢調査の実施について簡単にお話をさせていただきます。お手元に資料ございますが、今年の9月から10月にかけまして、令和2年の国勢調査が行われます。これは5年に一度の調査ということでありますが、この人口構造、将来の人口構造等を見越していくために大変重要な調査ということになります。4月の28日に国勢調査実施本部を設置をいたしまして、調査の円滑な実施に向けて準備を進めてまいります。市民の皆様にはこの調査の趣旨、重要性ということをご理解をいただきまして、調査への回答にご協力をお願いをしたいと思います。また報道機関の皆様方にも市民の皆さんへの周知方よろしくお願い申し上げます。私から以上です。